はい、どうもです。皆さんこんにちは。それでは今回はこの絵編のメインミッション、魔王傭編のボス織田信長の攻略をやっていきます。織田信長の特徴は火、風、雷、氷、土、5つの属性を使って、それぞれ異なった攻撃を仕掛けていきます。今回はその5つの、属性によるそれぞれの攻撃技を確認して、それから、ボスの攻略に移ります。それでは、技の説明に移りますのでよろしくお願いします。一つ目は火属性の攻撃です。火属性はプレイヤーの頭上に素早く移動し、垂直に落下しながら範囲攻撃を行ってきます。ガードもできますので、しっかり落ち着いてガードや回避で避けてください。二つ目は風属性です。風属性は石田三成が行ってきた、斬撃を4つの方向に飛ばす技と同じ技です。こちらの斬撃も、織田信長の視界の中に入っているとプレイヤーに磨けて斬撃を飛ばしていきます。背後に回り込むように避けましょう。ガードをしても属性ダメージは受けてしまいますので、できる限りステップで避けるようにしてください。続いては雷です。雷はヌエが行ってきた落雷攻撃と似ています。プレイヤーに磨けて7回雷が落ちてきます。落雷の回数が多いのでダッシュで避けるようにしてください。続いては氷です。氷は雪女が使ってきた遠距離攻撃と同じです。大きな氷を、6本プレイヤーに磨けて飛ばしていきます。連続してガードをしてしまうと気力を削られ崩される可能性があるので、ダッシュで回避するようにしてください。最後は土属性です。この属性は地雷を5つ、サイコロの5の目の形に設置します。地雷はプレイヤーが踏んで爆発するか一定時間経つと消えます。この技は非常に範囲が広く、設置後も信長が同時に攻撃を仕掛けてくるので、この技を仕掛けられた場合は安全に回避に専念してください。以上で技の説明は終わりです。続いては、実際の戦闘に移りますので、引き続きよろしくお願いします。はい、それでは、ここからは実際の戦闘を見ながらの解説です。織田信長は通常の状態だとプレイヤーの攻撃でひるみます。最初のうちは、積極的に攻撃をしてください。その後守護霊の力を宿した後は、その属性に沿った特殊攻撃を行うか、気力がゼロになると、その状態が解除されます。織田信長は気力が非常に少ないので、属性を武器につけた後は、積極的に蹴りなどを入れて、気力を大きく削っていってください。連続して積極的に狙っていけば、簡単に気力をゼロにすることができると思います。また、信長が武器に属性をつけている時の行動中は、攻撃を入れるチャンスです。向かって右側、左腕の方に回り込むようにして、攻撃を入れるようにしてください。武器に属性をつけている時に、信長は剣をゆっくり振り上げる行動を取るのですが、この剣の部分に攻撃判定がありますので、必ず、攻撃を入れる時は左腕の方に回り込むようにして、攻撃を入れてください。信長は、武器に属性をつけている間は気力の回復行動を取らなくなり、積極的に攻撃をしていきます。積極的に相手に攻撃をさせ、気力を消費させつつ、攻撃後の大きな隙に、蹴りなどを入れて、気力を削るようにしてください。織田信長は、体力の7割削ったあたりで戦闘は終了となります。以上のことに気をつけながら、頑張ってみてください。それでは、今回の解説はここで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。また別のボス動画の攻略動画もアップしておりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。それではまた、次回の、攻略動画でお会いしましょう。ありがとうございました。